たち出してないですね、さっき。え、本当ですか？ああ、ツイッターで、なるほど。まあまあまあ、竹さんにもいろいろ考えがあったのでしょう。まあ、シンクが単純にちょっとピカチュウが嫌だからっていう理由で、ミュウツーとヨッシーを出したかもしれない。ヨッシー？ヨッシーでしたね。3戦目でヨッシーが出てきます。さあ、即座に決まって、ビオネッタピットの組み合わせでステージは終点ですね。さあ、準決勝を盛り上げていきましょう。第1試合。さあ、ダッシュアタック。早速、差し込んでいって。下強からめくって空中前空中上攻撃空中に打たれ空中前空中前空中前を押し出していくがなんとか耐えてダシャバさあめくっているめくりに対してさめくりの差し返しですさあ空中上上 B から横 B 横 B さあしっかりずれているがあさあずらしに対応したコンボさあまず取っていくのは9ビビオネッタ野地さんのせいでずらしの対応がうまくなりすぎですか、ね、いやそれはおっと腕差し微妙に当たらなかった今の君さんがありがとうと言ってくれたのでおそらくずらしたのでしょうそうですねずらしも野地さんから学んでますから影響を与えまくりますがねさあ空中のニュートラル行為からスローピットが少しずつダメージかけていくわさっき見られた乗り乗ってる空中から横尾空中上撃墜なんと早っこれ1分経ってないんじゃないですか1分5秒ぐらい1分5秒なるほどなんと早い早すぎる走者が準決勝で困るこれ予選だったらもう1分でこれ試合終わってるって嫌ですねこれさあ、切り返していきましょう2戦目お互いキャラ一緒ステージも一緒空中前攻撃もう一回空中前攻撃しかし当たるキュウビさん側からしたら拒否はどこになるのかそうですね1戦目の場合だとさん自身スモールアンドもかなり選ぶんですけど戦場とか戦場に限ってはなんかどれもいけそうな感じがするんですけどあまり嫌いなステージじゃない感じがしますがおしゃれな空中を振りから横に運んでいくコンボ復帰阻止が並ぶさあ左シーンからさあ大体カウンターバーのキックが来ましたしっかりと空中内攻撃空中内攻撃でしっかりと展開を予測しているさあしかし上から空中上さあピットを下にから空中上攻撃さあピットをしっかりと前を切って続いてさあしかし着地を勝ってそれを追い出していくさあ投げてから UB しっかりとずらしているさあ先ほどからさあ回避をすると思ったんですがさあしっかりとおっとウエスマッシュ撃墜したかと思ったんですがしっかり耐えているさあ下スマッシュさあすごく高いぞさあ見えない掴み空中しろ空中しろさあ下スマッシュから横身しっかりと避けてさあ掴んで前投げ撃墜にならないが強制的に外に出されてしまうさあジャンプ空中前攻撃おっとちょっと何か操作があったか空中しろ攻撃当たってさあさらに一歩取りかおっとピットの前投げかなり飛ぶがなんとか耐えて飛びから空中前攻撃さあ黒ピット上スマッシュを当たっていく空中下攻撃さあ下今日ベビー飛び空中前しかし最後の1試合目当たらずさあ君さんもしっかりと起用してベビー横尾おっとこれは
受け身取れず、今のは受け身が取れない崖メートルですね。さあ、あっという間に倒していき、勝ったのはキュービーメイヨネット。